どうも、イフイです。今月末、研修生発表会、春の公開実力診断テストが開催されます。そんな今回は、歴代の実力診断テストのベストパフォーマンス賞を全員紹介したいと思います。まずは2013年、田辺七海ちゃん、記念すべき初代 BP 賞は、ハロプロエッグの功労者、研修活動終了後、東宝芸能でデビューを果たしました。続いて2014年、段原ルルちゃん、歴代屈指の高レベルな神回、参加者26人中、20人が後にメジャーデビューしています。ムロタンとの同局対決に僅差で勝利し、ルルちゃんが見事 BP 賞に輝きました。続いて2015年、加賀楓ちゃん、参加者の半数以上が入れ替わったこの年、最ベテランのカイディがキレのあるダンスと歌声で、見事昨年の雪辱を果たしました。2016年は BP 賞が2人、まずは笠原桃奈ちゃん、12歳とは思えない大人びたビジュアルが大きな話題に、2ヶ月後にはアンジュルムに加入、BP 賞受賞者として初の昇格を果たしました。2人目は清野桃姫ちゃん、大鳥で登場し新人離れした表現力を披露、桃奈と同数の228票を獲得しました。11歳での BP 賞受賞は歴代最年少、現在も破られていない偉大すぎる記録です。そして2017年、段原ルルちゃん、3年ぶり2度目の BP 賞受賞、歴代最多の31人が参加した今回、観客全体の4分の1となる548票を獲得、その後は即昇格発表のサプライズも、彼女の努力がようやく報われた瞬間でした。続いて2018年、島倉梨花ちゃん、年齢の関係もあり、背水の陣で挑んだ彼女、危機迫るパフォーマンスで観客を魅了し、まれに見る激戦を勝ち抜きました。続いて2019年、松永里愛ちゃん、初年度から難しい楽曲に果敢に挑戦、記憶に残る歌声を披露してきた彼女が3年目にしてついに BP 賞を獲得、トークパートとのギャップも大きな話題になりました。そして2020年、石栗かなみちゃん、初の無観客での開催、細部までこだわったステージングを披露、抜群の貫禄で見事念願の BP 賞を獲得しました。続いて2021年、ヨフールノちゃん、楽曲への愛情と伸びのある歌声、視聴者の心をつかむパフォーマンスで当時最多の票数を獲得、2ヶ月後には見事昇格を果たしました。そして2022年、この年も BP 賞は2人、まずは松原ゆりやちゃん、最多タイとなる5回目の挑戦、前髪を解禁し挑んだ今回、不安や緊張を跳ねのけ、渾身の歌声を披露。本当に感動的でした。二人目は、小野田かりんちゃん。驚異的なパフォーマンスで観客を魅了し、1174票を獲得。1位とは僅差のため、ゆりやちゃんと共に BP 賞に輝きました。ちなみに、主要4部門、すべてコンプリートしたのは、かりんちゃん一人が持つ記録です。いかがでしょうか？皆さんの実力診断テストの思い出についても、コメント欄で教えていただけると嬉しいです。また、今後今年の予想動画についても投稿予定です。今しばらくお待ちいただけますと幸いです。ではここまでご視聴いただきありがとうございました。今後もこういった動画を投稿していきますので、よければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。では、バイビー。